高岡高等商業学校高岡高等商業学校は1924年9月に設立された旧制専門学校。略して高岡高校とも呼ばれる。タイプライティング教室当時の富山県高岡市郊外に位置する敷屋に設立され、高専転換に際して同行に継承された。戦後に教戦が復活しなかったため、 中川高知はそのまま高専が富山大に包括されて設置された工学部の高知として継承された。事実上強専を継承した不代分離学部経済学科は同学部の蓮町高知内に置かれたが同学科の経済学部への昇格に伴い新高知への移転問題が浮上した。富山市と高岡市が争った結果、経済学部は1957年富山市の 五福高地に移転した。高岡高省から継承された中川高地は、1984年から1985年に工学部が五福高地へ移転した後、高岡短期大学の高地として短期間使用され、その後、富山県立高岡高等学校が移転して、現在に至る。GHQ の文教政策は、戦争中の転換、変更。 戦争前の状態に復帰させることを基本方針とした。文部省もこれに沿う形で、当初は交渉から交戦に転換された彦根、和歌山及び高岡を平線に再転換する方針をとっていた。ところが、富山県内部で交戦存続を求めるグループが力を増し、県議会が1946年2月に交戦存続の決議を行ったことなども、 相まって、翌三月に、文部省は、彦根、和歌山二校の強戦再転換を認めると同時に、高岡については、再転換を認めない旨の告知を行い、強戦が廃止となった。しかし、公領会などを中心に、強戦復活運動は粘り強く続けられ、九百四十九年の新生と山大学発足に伴い、同大文理学部内で、社会科学を担当する。 経済学科が設置された。この学科は旧高岡交渉の増殖を継承し、また旧交渉教官が多く採用されたことから、事実上の交渉の復活とみなされた。この後、さらに経済学科の学部昇格で分離学部からの独立を達成しようとする動きが起こり、富山県有力団体のバックアップにより1953年経済学部設置が実現した。 経済学部長は、二代大熊信幸、三代小寺、蓮吉、五代羽生主義穂、六代以上、郷正春と、旧交渉教官が就任している。また、高岡高専を継承した、高岡キャンパスの工学部には、一般教養教育用蔵書、備品、文書、商品陳列室に展示されていた、商品学教材が残された。工学部の五福キャンパスに移転後、 教材は、高岡短期大学を経て、富山大学芸術文化学部に保存されている。その他の管理高等商業学校については、高等商業学校、主要な高等商業学校を参照。ありがとうございます。